光熱費が高騰し、標本保存などのための資金が厳しくなった国立科学博物館が今日から始めたクラウドファンディングは、わずか9時間ほどで目標額の1億円を超えました。昆虫標本を作る道具やバックヤードツアーなどの返礼品が注目されています。午後8時過ぎには寄付額が1億5000万円を超え、現在も増え続けています。